大正時代の明治大学、上原、笹川事件は、1920から1921年に、明治大学で発生した、学校騒動、学園紛争である。学長退陣を訴える明大生1920年12月1日、明治大学で、学生大会が開催され、学長、木下智三郎と、学官、田島義恵の退陣を勧告する決議を行った。 この運動の中心を担ったのは、大学令による学部昇格を見送られた政治学科の学生たちで、その背景には、法学重視の講座配置や合併授業の多さに対する不満があった。大学当局はこれに対して、学生リーダー8名を方向処分とし、さらに12月10日、学生たちを先導した角で、上原恵次郎、笹川林風良教授を解職した。 学生たちは、両教授の復職と方向処分の撤回を強く要求した。結局、大学当局は、両教授の復職を認め、非処分学生も復学した。学生側も、木下学長と田島学館の退陣要求を撤回した。文部省に押し寄せた、明大政治家史1921年4月28日、文部省は、笹川の復職のみを認め、 上原については復職を認めなかった。争いは学生対大学当局から学生対文部省へと変質していった。結局、木下学長一家首脳陣4名は隕石辞任し、上原の復職も実現せず、明治大学を舞台にした勝者なき大学紛争は幕を下ろした。ありがとうございます。